12月30日に予定しているまるです、えっと、今回はあの2回の連続シリーズで考えてるんですけれどもセミナーの目的を最初に確認しておきましょう。で基本的にはあの大規模言語モデルの働きがよくわからないという人は少なくないと思います僕自身もそうです。 大規模言語モデルの振る舞いとその背後にある理由をもっとよく知りたいと考えている人はきっとたくさんいらっしゃると思いますで、2回連続のシリーズを予定しているセミナー大規模言語モデルのその構造はこうした疑問に大規模言語モデルにカテゴリーに理論に基づくモデルを与えることで答えようとしたタイダナ・ブラッドリーの興味深い論文を紹介することを主な目的にしています で12月30日の開催のセミナーサブタイトルは「言語へのカテゴリー・論的アプローチには・入門」はこの連続セミナーの第1回目です。で申し込みサイトができましたのでぜひこちらのサイトから申し込みをお願いします。でセミナーの2回目は多分来年の1月末になると思いますけれどもあの大規模言語モデルの数学テクオズの2で「エンリッチカテゴリーによる言語モデル」というタイトルで。 開催したいといいとううふうに思いますでセミナーの構成はまず構成的分散意味論の展開ということで分散意味論の系譜やディスコキャットそれから QNLP の話をしようというふうに思います。パート2は大規模無限モの特徴をタイダネバッテリーの問題提起に基づいて改めて確認しようというふうに思っています。 で3番目パート3は言語をカテゴリーとして捉えプリオーダーとして捉えてそれはすぐカテゴリーにできますねそれからファンクターという基本的なあの道具が意味を表現する手段として使えるという話をしようというふうに思っていますパート3は今度は意味をカテゴリーとして捉えるということでファンクターカテゴリーとか色ろダなエンベディング の話をして最後次回につなぐという意味ではそのエンリッチとカテゴリー、まあ、これは主要には言語のカテゴリーに確率を導入するということなんですけれどもその話をして次の第2回目に続けたいというふうに思っています。で日頃あまり見られない用語や概念が出てくるので。 最初はかかりにくいいところが多いかもしれませんでもこれ当然なんですね。なぜならばここでの議論のベースになったのは50年以上前に数学の巨人であるゴルタン・ディックやローベルたちが純粋数学の世界で作り上げたファンクトリア・セマンティックスとかプレシープとかトポスという道具たちがベースになっているからですねで。不思議なことが起きているんです でそれは僕は大規模言語モデルの奇妙さ以上に不思議だと思ってるんですけれどもでかつての巨人たちが作り上げた抽象的な数学理論を私たちが具体的な例を通じて容易に理解する道が開かれつつあるということに僕は驚いています。でこの舞台がカテゴリー論と比較したらはるかに多くの人が関心を持っているだろう大規模言語モデル。 でそこが舞台だと僕は考えてますここが不思議の舞台なんですよ。で僕も多分ヨダレンマの名前ぐらい知っていたんですけれどもその実際的な応用を IT 技術者に語ることがあるなんて全く考えたこともありませんでした。で今回のセミナーの準備を通じて僕は技術者には身近な大規模言語モデルを通じて 技術生が抽象的に見えるカテゴリーの基礎を学習することが可能なのだというふうに思い始めています。でなぜならば現実の大きな変化に対応してきっと大きな理論的なパラダムシフトが進行してるんだと思います。きっとみんなが当たり前のように巨人の肩に乗れ、でそういう環境ができてるんだというふうに僕は思っています。 で、大規模言語モデルや人工知能を語るにはカテゴリー論が必要で、逆にカテゴリーを,を語るには言語理論や人工知能論といった背景が必要なのだという認識がきっと一般的なものになるだろうと僕は確信しています。で、今回の連続セミナーがそうした、あの、世界の、まあ、あの、 扉を開けるものになることを期待していますぜひセミナーの申し込みよろしくお願いします